私の名前はひまわり。旦那と息子と愛犬の春と4人暮らし。すごく仲のいいママ友もいて、すごく楽しい毎日。友は一生の財産なんて言うけど本当だよね。私にはもったいないくらいの友達と家族でこんな幸せがずっと続けばいいなぁなんて思ってたんだけど、前住んでいた地域の友達からいきなり LINE が届いたんだ。久しぶりひまわりさん。お久しぶりですね。どうしたんですか？実は私2人目が生まれてるの。おめでとうございます。2人目が欲しいって前言ってましたもんね。そうなのよ。子供が生まれて数年すごく忙しかったの。だからあなたに自慢したくて。いくらでも自慢しちゃってください。子供って可愛いですもんね。写真を送ってくれたりしてもいいんですよ。この子の。いやよ、あなたみたいな人に写真見せたくない。え、私の可愛い息子をどうしてあなたみたいな汚い人間に見せないといけないの？私の子供は可愛いから他の人には見せたくないの。その気持ちすごくわかります。は？子供が生まれてすぐの時って特に敏感になっちゃいますよね。私の子が可愛いから自慢したい気持ち、自分だけでめでたい気持ち、その気持ちの葛藤で何とも言えない気持ちになることあります、あります。でも私はあなたには会わせたくないの。住んでる場所が遠いので確かに会わせるのは大変ですもんね。こっちに来るってなるとお子さんも長時間の移動が必要だし。そんな話をしてるんじゃなくて。え？私の旦那ね、すごくお金持ちなの。だから私の息子が仲良くするのはお金持ちの家の子供だって決まってる。だからあなたみたいな一般人とは仲良くさせたくない。何言ってるんですか？みんなただのチンパンジーなのに。は？あ、間違えた。一般人って言いたかったんです。一般人とか富裕層の子供とかそんなこと関係ありませんよ。子供同士だったら特にいろんな人と触れ合った方が。無理無理、あんたみたいな貧乏人とは仲良くできない。私って貧乏人だったんですか？一般庶民の家庭とは仲良くできないって言ってるの。私が今どこに住んでると思ってんの？それは知りませんけど。私が今住んでるのは高級タワーマンション。あなたが一生入ることもできないような豪華な部屋なのよ。それはすごいですね。旦那さんが仕事を頑張った結果ですね。おめでとうございます。あなたはどうせ汚いボロボロのアパートにでも住んでるんでしょ？かわいそうで涙が出そう。私は今戸建てに住んでワンちゃんもいるんですよ。今年中には仲のいいママさんがお隣に引っ越してくる予定で。かわいそうな人たち、戸建てにしか住めないなんて。え？だってそうでしょ？私はすごく高いマンションに住んでるのに、あなたたちはボロボロの戸建てって。ボロボロじゃないですよ。そんな人たちと息子を会わせることはできないわね。だから住んでる場所が遠いから無理じゃないですか。実はね、あなたの家の近くに引っ越すことになった。そうなんですか？今もすごく高いマンションなんだけど、それよりももっといいところ。あなたみたいな貧乏人は絶対に想像できないような家賃よ。すごいですね。近くになるならお子さん同士遊ばせたいですね。私の話聞いてる？ちゃんと聞いてますよ。息子と仲良くできるのか楽しみだな。どんな子なのか楽しみに待ってますね。ふん、そうね。見れば私の子供が選ばれた人間ってことはわかるでしょ。下唇を噛みしめて待つことね。下唇を噛んどけばいいんですか？やばいぐらいですね。今本当に噛むって言ってるわけじゃない。ああ、そうだったんですね。すみません。引っ越してくるのすごく楽しみに待ってますから。数ヶ月後。ちょっとちょっと、ふざけないでよ。ここの貧乏人たちは何？ひまわりさんみたいな貧乏人の周りには貧乏人しか寄ってこないのかしら。こんなところに引っ越してきたのは間違いだった。もうこっちには慣れましたか？わからないことがあったら聞いてくださいね。私のLINE見えてる？見えてなかったらやり取りできないじゃないですか。そうじゃなくて、ここは貧乏人どもの吐きだめかって言ってんの。どいつもこいつもパッとしない貧乏人ばっかりでびっくりした。どこが貧乏人なんですか？見るからにお金に困ってそうじゃん。私なんか高級タワーマンションに住んでるっていうのに、私の子供と絶対に関わらせないで。何言ってるんですか？子供同士すごく仲良くなってるのに。今日だって遊ぶ約束をしてるんですよ。汚い手で私の子に触らないで。ちゃんと手洗いうがいしてるので綺麗ですよ。物理的な話じゃなくて。あ、でもあなたが遊ぶのってもしかして上の子？
そうですよ、年が近いので。上の子だったら別にいいか。え、上の子は全然可愛くなくて困ってるのよ。悪さばっかりして人に迷惑かけるし、それに比べて二人目はすごくいい子で夜泣きもほとんどなかったし、きっとこの子は私の言う通りに生きてくれる。子供はおもちゃじゃないんですよ。おもちゃじゃないけど親の言うことを聞くのは当たり前。上の子は生まれた時から可愛げがなくて困ってたの。そのまま預かってくれていいわよ、永遠にね。なんてひどいこと言うんですか。自分がお腹を痛めて産んだ子なのに。だからこそ私の思い通りに動いてくれないと。お腹を痛めて産んでやったのに恩知らずって最悪よ。産んでやったのにじゃなくて、自分が産みたくて授かったんでしょ。うるさい、貧乏人は口答えするな。私は選ばれた人間なの。毎月10万もするタワマンに住んでるんだから、貧乏人はかわいそう。え、そんなに安いところに住んでるんですか。え、あ、すみません。そうか、別に安いわけじゃないか。私の家賃安いって言った。すみません、私の感覚がおかしかったみたいです。高級タワマンって言うからてっきりもっと高いものだと。十分高いでしょ、貧乏人には手が届かないくらい。私の友達のママさんにタワマン住んでる人がいて、その人はもっと高かったから。次、そんな人がいるなら見てみたいものだわ。あなたたちみたいな貧乏人じゃなくて、そっちと仲良くしたい。あなたみたいにお金で人を差別する人とは仲良くなりません。そんなのわかんないでしょ、あんたが思い込んでるだけ。お金持ちはお金持ち同士じゃないと会話が成り立たない。そんなことありません。なるみさんは私といつも仲良くしてくれてます。ふーん、なるみさんって言うんだ。グループラインにいたいた、連絡してみよう。ちょっと迷惑かけないでください。なるみと君のライン。あなたすごいいい家に住んでるみたいね。私と友達になりましょう。お断り。は？私の友達を貧乏人だなんだって散々侮辱したみたいね。それに住んでるところとかお給料でマウント取る人嫌いだし。侮辱したわけじゃなくて事実を教えてあげたの。あなたすごいいいところに住んでるみたいだから友達になれそう。私はそう思えないからごめんね。とりあえず今度食事でも行かない？それか家に私を招待して。仲のいいママさん以外は招待しないから無理。それに自分は高級タワマンに住んでるって言ってるけど、ひまわりの家賃と変わらないよ。え？というかひまわりの方が高い。どういうこと？戸建てでそれなりの広さもあるから家賃は高いんだよ。でもほら、ひまわりって愛嬌があるでしょ。それのおかげでなんかいろいろ割引してもらったみたいで、今家賃すごく安く抑えてる。あんな人初めて見たよ。さすがひまわりって感じ。何それ、そんないい家に住んでるの？戸建ての家賃って意外と10万超えるよ。そんなことも知らないって世間知らずなの？なんかさっきから態度悪いわね。私あなた嫌い。私もあなた嫌い。もういいわ、やっぱり仲良くしてあげない。私の子供と絶対に関わらないで。あなたのそれも嫌い。ん？お兄ちゃんは可愛がらず弟だけを溺愛するなんて。だって私の息子が可愛いんだもん。お兄ちゃんもあなたの息子でしょ。言うこと聞かないし夜泣きもうるさかった。夜泣きするかどうかなんて個人差だし、それは今後の性格にどう影響するか関係ない。うるさいわね、他人のことに首を突っ込むな。あなたがいきなり LINE してきたんでしょ。上のお兄ちゃんはいらないからあげるわ。なるみさんかひまわりさんが面倒を見て。ほんとどこまでも最低だね。勝手に言ってろ。実は私今ひまわりの家にいるんだけど、ちょっと面白いことになってきたよ。それって君とひまわりと太陽のLINE。なんで意地悪するんだよ。は？ちょっと太陽、弟ばっかり可愛がって兄ちゃんは我慢しろっておかしいだろ。なんなのこのクソ生意気なガキ。私の可愛いプリティ太陽です。やっぱり貧乏人のガキは教養もないのね。子供にガキっていうやつはろくなやつがいないんだぞ。うるさいわね、私はちゃんと可愛がってあげてる。けどなんかお父さんがいない時はご飯が準備されてないって、悪いことしてないのに家の外に締め出されたりもするって言ってたぞ。そんな最低なことをしてたんですか。家庭にはそれぞれのルールがあるの。お子ちゃまの僕にはまだわからないかしら。お母さんもお父さんもそんなことしない。俺が悪いことしたら怒られるけど、それ以外の時は目いっぱい褒めてくれる。太陽かわいい、最高、素敵。たまにちょっと恥ずかしい時あるけど、いっぱい褒められると嬉しいんだ。だからもっといっぱい褒めてやってくれよ。
褒められるようなことが何もないからダメなの。そんなことありません。いろんなところに目を向けてあげれば。俺なんかダンゴムシいっぱい捕まえられたねって褒めてくれる。ダンゴムシ？汚い。いっぱい泥んこになって帰ってきた時もいっぱい楽しく遊べて偉いねって。どんなに泥がついててもその過程を想像したら愛らしい。服なんかいくらでも汚して遊んじゃってたいよ。そうやっていっぱい褒めてくれるんだ。知らないわよ。あんたたち家族うざいから黙って。じゃあもういい。分かったなら黙ってなさい。お父さんに言う。は？お母さんの方が分かってくれないならお父さんに相談だ。ちょ、ま、連絡しときました。話を聞いてびっくりしてましたよ。旦那さん単身赴任中だったんですね。まさかお家にいらっしゃらないとは。勝手なことするな。俺の友達をいじめる奴は絶対に許さないからな。いらないいらない、そんな子供もういらない。帰ってくるな。なんてひどいことを。かっこよかったよ太陽くん。ユリ、こら、だから呼び捨てしないって言ってるでしょ。でも呼びやすいようにいいですよ太陽くん。よく頑張りました。あとは任せてください。じゃあ勇気とサッカーしてくる。もう帰ってこなくていいからね。勇気なんか知らない。またそんなこと言って。あなた好き勝手やってくれましたね。え、私のなるみさんに LINE をして迷惑をかけ、かわいいかわいい太陽くんを傷つけ、ゆうきくんも傷つけた。絶対に許しません。なんなのよ、次から次へとママ友が首を突っ込んできやがって。関係ないでしょ。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くします。だからなるみさんのことで無関係なんてことはないんですよ。それに太陽くんは私の友達でもありますから。かっこよく勇敢な太陽くんでしょでしょ。私の息子最高でしょ。だからって私の息子狙わないでね。私には心に決めた旦那がいますから。私も旦那がいるけど、もし旦那がいなかったら太陽と結婚してたかも。あ、でも旦那と結婚してなかったら太陽がいなくて、もういいわ。旦那にチクったこと絶対に許さない。今のうちに適当な嘘を考えて。あなたがやってきていた悪行は全部写真と動画で残っています。旦那様にも渡していますので言い逃れはできません。え、ちなみにあなたが外に放り出した時は私が保護しています。二人で屋台のたこ焼きを食べたことを今でも思い出します。今はお花火で屋台が。それって一歩間違えれば変質者じゃない。そんなことはありません。というか私もゆりとたこ焼き食べたい。来週みんなでお花見に行くじゃないですか。あ、そっか。綿飴も食べたいし、金魚すくいとかあるのかな。証拠の動画や写真。生まれたばかりの子供ばっかり可愛がって、お兄ちゃんの扱いは存在。そんなことをしたら旦那様はどう思うでしょうね。あなたたちには関係ないでしょ。そう思うなら奈美さんに絡まないでください。あとひまわりにも。私、こんなアンポンタンでも奈美さんの友達ですから。アンポンタンが悲しむと奈美さんが悲しむんです。そうだそうだ。旦那から連絡が来た。今から家に帰るから話し合おうって。どうしよう、あの感じめっちゃ怒ってる。離婚は免れません。そしてあなたにはさらなる地獄を。絶対にこの子だけは渡さないから。離婚して勇気は押し付けてやる。あなたが上の子を愛せない理由は不倫してできた子供かもしれないからですよね。なんでそれを。どこまでも最低のクズですね。でも心配しないでください。上の子もしっかりと旦那様の子供です。なんだそうだったの。じゃあもう少し可愛がってあげてもよかったかな。まあ可愛げがないのは事実だけど。不倫してたこと旦那さんに伝えてますからね。なんで全部言っちゃうのよ。ありえない。ありえないのはあなたの方です。さっさと地獄に落ちろゴミ虫。汚い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 汚物。やっちゃって。もうこいつはダメだ。あんたたちなんて大嫌いよ。その後、キミさんのお子さんへの態度と不倫が原因ですぐ離婚。離婚するときに絶対にこの子だけは渡さないってキミさんは言い張ったみたい。不倫の証拠は揃ったから慰謝料と養育費を払うことは決まったみたいだけど、下の子だけは絶対に譲らなかったみたい。もし何か変なことをしたらすぐに旦那さんが引き取るとの約束のもと離婚が決定。ゆうきくんはお父さんからの愛情を独り占めできてすごく嬉しそうだった。でもあのあとキミさんはお金の余裕がなくて自分の子供に八つ当たり。
怒鳴ってる声が近所に聞こえて警察まで呼ばれたみたい。そのせいで結局下のお子さんとも離れ離れになって、お子さんは旦那さんの元に。ゆうきくんと喧嘩するかもって思ってたんだけど、今はいいお兄ちゃんなんだってさ。俺が弟を守るんだ、太陽くんみたいに俺もこいつを守ってあげるんだって可愛くてしょうがなかった。それを聞いてたひまわりが半泣きで、うん、わかるわかる、太陽かっこいいもんねって親バカになっちゃうのはやっぱりどこの家庭も一緒だな。キミさんはユリが連れて行き、穴という穴から血を吹きだ。なんでもない。こんにちは、私の名前は吉野。とにかく食べるのが大好きな27歳の派遣社員です。私は短期メインの派遣会社に登録していて、いろいろな会社で働いている。今派遣されているのはとある化粧品を扱う会社。ここでコールセンターを担当しているのですが、なぜかここのバイトさんに粘着されている。邪魔。ねえ吉野さん、どこにいるの？ランチ。だからどこのお店でランチなの？一緒にご飯食べようよ。やだ。なんで、別に仲良くしてくれてもいいじゃん。この間も私がランチを楽しんでいたら千恵さんが来て、私に会計を押し付けて勝手に帰っていった。結局お店の人に理由を説明してなんとかなったけど、あれから謝罪もされていない。吉野さんっては結構根に持つタイプなんだね。かわいい。別にいいじゃん。ほら、吉野さんって有名な派遣なんでしょ？すごく仕事ができる有名人なんだってね。時給も高いんだろうな。ねえ、おごってくれるでしょ？ふか。はあ？でもこの話を聞いたらどうかな。うちの部長いるでしょ？あの人って私の親戚なんだよ。私が部長に言えば吉野さんも正社員にしてもらえると思うけど。結構です。でもさ、所詮は派遣でしょ？正社員になりたいよね。私だったら5回くらいランチをおごってくれれば部長を紹介してあげるって言ってるんだけど。あなたに紹介してもらう必要はない。今日は山梨料理のお店でほうとうを食べているので、私は今あちちなのです。失礼。なあ、ちょっと待ってよ。そっか、山梨料理のお店、あそこね。20分後。すっごい、このお店のほうとう美味しい。さすがは吉野さん、食べ物のことしか考えてないおバカさんだけあるね。美味しいお店知ってるじゃん。で、吉野さんはどこ？私は今牛丼を食べている。は？牛丼？何よそれ、この店にいないの？いない。あんた私のこと騙したの？いや、もうほうとうは食べ終わったので口直しに牛丼を食べている。この暑くて量の多いほうとうを食べた後に牛丼？今日はこの牛丼屋で期間限定シュクメルリが出ている。でもニンニクいっぱいなので今は食べられない。ひとまず今は牛丼です。仕事が終わったらシュクメルリを食べるのが楽しみ。ちょっと、私の支払いはどうするのよ？そう。待って、私もそっちの牛丼屋に行くから。来ても無駄ですよ。私はそろそろ食べ終わる。これから公園でコストコで買ったチョコレートを食べるし。あ、そう、それだ、コストコ今度行くんでしょ？連れて行って。このチョコレートかなり濃厚だと聞いて楽しみ。ナッツもぎっしりと詰まっていて激うまらしいです。途中コンビニで牛乳買っていこうかな。ワクワク。チョコレートとコーヒーも最高ですが、チョコレートと牛乳も最高なのです。ちょっと、ここの支払いしなさいってば。知恵さんは私の派遣先でアルバイトをしている女性。この通りすごく迷惑な人で、特に短期で来ている派遣やバイトに近寄り、無理やり便乗して食事や買い物をおごらせているらしい。今度私は派遣先で知り合った人とコストコに行くのですが、それについてこようとしているみたいです。食べ物で悪さをする人は許さない。コストコ当日。ヨッシーのさん。はい。どこ？私ここなんだけど。そうですか、美味しいですね。たくさん食べればお腹いっぱいになれそうです。ちょっと、ちゃんと返信しなさいよね。さっき駐車場で吉野さんを見たよ。コストコにいるのは分かってるんだから。今日コストコでお買い物するんでしょ？私先回りしちゃった。もちろんお財布もないから5万円分くらいおごってよ。あなたのわがままも今日で終わりです。バイバイ。え？
私が今日誰と一緒にコストコに来たと思いますか？確かあれでしょ、派遣の。ふっふー、大当たり。でも派遣の子だけではありません。もう一人部長も来ています。あ、ちえさん逃げた。ちょっとなんで部長がいるのよ。だってちえさんが言ってた、部長はちえさんの親戚の方だって。なら一番いいかなと思ってちえさんのことを相談した。私のことを相談？派遣やバイトはみんな困っている。近くのコンビニで買い物をしていたらちえさんが来て無理やり会計をさせられたり、そんな被害報告ばかり。それにおごってほしいとうるさい、しつこいと相談した。なんで？は？だってちえさんは部長が親戚だって言っていた。普段部長は違う部屋で仕事をしているから私たち派遣は関わることがほとんどないけど、ちえさんの方からつながりを話してくれるということはこういうことかと。バカ違うわよ。私は部長の親戚なんだから私の言うことを聞けって話よ。は？なんで部長の親戚だということを聞かなければならないのか、これ全くよくわからない。親戚だからなんです？むしろ逆、部長の評判を下げないためにもしっかりしないといけない。はあ？もしかして何よ。知恵さんってバノか？うるさい。知恵さんは私たちと一緒にコストコに来ていた部長に捕まり、車に乗せられどこかに連れて行かれたらしい。いやー、よかったよかった。コストコといえば大容量の食べ物がいっぱい。そう、楽園であり戦いの場所。おかげさまで私は超大量の食べ物を買い込むことができた。今回一番嬉しかったのがヨーグルトがたくさん買えたこと。私はギリシャヨーグルトが好き。そして大好きなブラックサンダーも業者かと思うほど買った。でも帰ってもりもり食べまくっていたらもう半分もない。また行かないとですね。翌日、知恵さん今日は休みですか？知恵さん私のメモ帳を勝手に使った。返してください。あんた何ノーノーと連絡してきてるのよ。は？あんたのせいで仕事を辞めることになったんだからね。なんで部長に全部バラすのよ。あの人がうちの親に全部言っちゃったんだから。それで人様に迷惑をかけるなら仕事を辞めろ、そうしないと今後一切援助もしないって、遺産もくれないって言うんだよ。部長もびっくりしていた。そもそもかなり遠くの親戚だし、まさかそんな人が自分の名前を出して悪さしているとは思わなかったって。でも親戚の結婚式とかでは会うんだから立派な親戚でしょ。それは部長の名前を出す理由にはならない。知恵さんコネ入社なのかと思ってたけど、そもそも全然気にされていなかったの。ウケる。ウケるな。せっかくあの人の名前を出して好き放題やれてたのに、両親に怒られて私うちから出してもらえないんだから。うわー、びっくり。ね、ひどいでしょ。いや、そうじゃない。知恵さんのご両親だから知恵さんと同じような人かと思っていた。まともな対応をとっていて驚き。もぐもぐ。うん、このカルビ弁当美味しい。やっぱりカルビ最高。こってりが好きです。はあ、どこがまともな対応なのよ。知恵さんのことだから好きにさせておくときっと会社とか部長の家に乗り込んでいく。なんでわかるの？とりあえず会社に乗り込んでやろうと思って準備をしてたんだけど、それがうちの母親に見つかっちゃったのよ。最低最悪地獄行き。なんでこうなるのよ。やっと緩い会社を見つけたのに。それに部長の親戚だって言えば何でもわがまま聞いてもらえたし、コールセンターって派遣とかバイトが多いでしょ。うちの部屋を管理してるのは若い社員数名だけだし、部長の名前を出せば何でもうまくいったのに。ふむふむ、なるほど。これスクリーンショットして今部長に送った。なんでこんなことするのよ。数時間後、部長アスカと知恵の LINE。 違うの。私はみんなに嫌がらせをされてて、それで辛くて。ああ、もうそういう言い訳は通用しないから。まったく、管理者の社員たちに私の名前を出してたんだってね。部長の親戚だからとかなんとか言って、おかげで私の評判まで下がっていい迷惑よ。全然気づかなかった。アスカちゃんは知らなかったんだからいいじゃない。
あの吉野さんが余計なことしなければアスカちゃんだって知らなくて済んだのに。はあ？あんた何言ってんのよ。知らない方が悪いことなんだけど。自分の知らないところで名前を出されて悪さをされるなんて最悪だから。私どうなるの？会社も辞めちゃったし。当たり前でしょ。人の名前を使うなんて最低なんだから。借金があるの。え？借金があるし、家賃半年も払ってないの。ガスは止まってる。電気と水道はさすがにないと困るから払ってるけど、私こんなに大変なんだから、みんなにおごってもらえて当然なんだから。はあ？まったく、こんな親戚がいて恥ずかしいね。今知った内容はご両親にもちゃんと説明しておくよ。やだ、待ってよ。何言ってるの？今実家にいるんでしょ。そっちにも借金取りが行くかもしれないじゃないの。しっかり説明しておくからね。いい加減まともな生活をしなさい。そんな。翌日、吉野とアスカの LINE。 なるほど、借金ですか。なんかアイドルにハマってグッズとかを買うようになって、それで借金まみれになってたみたいね。前の会社も備品とかを盗んでオークションに出していたのがバレて、それでクビになってたんだって。最低。本当に遠いとはいえ親戚だからね。困ったものだよ。吉野さんにも迷惑をかけたね。いえ、お詫びと言っちゃなんだけど、今度はちゃんとした買い物に行かない？買い物ですか？さ、コストコ。いろいろ迷惑かけちゃったし、吉野さんのおかげでいろいろ分かったからね。コストコの美味しいパンとかサーモンとかちょっとおごるよ。きたー。ほどほどにな。その後、知恵さんは相当な額の借金があったらしく、ご両親はいろいろ考えた結果、住み込みの職場を見つけてきた。どうも訳ありの人がたくさん働いている場所だそうで、しっかり管理されているとかなんとか。あの知恵さんでさえまともに働いているらしいので、きっと怖い人がいるのでしょう。まあどうでもいいけど、私は今部長に買ってもらったおやつを食べるのに忙しい。このホノルルクッキー最高。グレープフルーツのシロップ漬けみたいなやつも超美味しい。皆さんもコストコでおすすめの商品があったら教えてください。私が全部食べるから。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。